おはようございます。Good morning. Namaste. Buenos dias. はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。基本は挨拶からですね。挨拶をそれぞれの言語でできるようになってから、順序よく言葉を覚えていこうかと。ですね、風の時代、土の時代と言われてますけど、私もね、実際に天体とこう直向き合って、まだね、Look at this.Who appreciate this sound? Or this, motor vehicle, motor, this gasoline engine, motor. Who appreciates this? You know, besides human beings who are on the vehicle, no one. It's just a pure.ほぼ 100% ネット情報なんですね。で、天体の情報を私がこう今実際に天体と向き合ってる時っていうのは、本当に満月新月の時だけで、こう記録を取ってるわけでもないし、で、確かにこの冬至の日に木星と土星のコンジャンクションっていうのが、水瓶座とヤギ座の中間間で起きると、前から、今はエイジオブパイシスだ、パイシスっていうのは魚座ですね。で、魚座の時代だったんだと、土の時代ではないと。魚座って言ったら水ですよね。で、魚座から水瓶座に移行すると、で、これは何をもって時代とするかというと、太陽の位置なんですね。春分の時の太陽の位置が、もともとは羊座から始まるっていうのが西洋占星術の、紀元、本当に紀元200年とかそういう時のあれだったみたいなんだけど、実は太陽の位置が移行してると、72年に一度、一度ずつ360度の天体をこう分けて、一度ずつ70で、それが今魚座にあると。でも私の使ってるこのアストロスティックで見ると、いまだにお羊座なんですね。だから何をもってこの情報をどこまで正確に、実際に自分でこう見て記録を取るしかないなっていう感覚なんですよね。